はい、こんにちは、パケメンです。今日はお正月最後ということで、ちょっと秘密の場所まで、和歌山の有名なみかんもらってきたので、そちらの方で食レポをしに行こうと思います。認証しました。有効期限は不明です。僕の行く秘密の場所ってもう大概限られていますよね。年末年始取締強化運動期間です。スバルさん休みやからスバルさんの前で あかんか。怪しいのがおったら通報されますもんね。今日なんか雪が降るって言ってて、今さっき雨降ったんですけれども、この辺結構汚れちゃってます。 PM2.5 混ざってるんでしょうか。ここのお葬式屋さんもめちゃめちゃな車の止め方するからめっちゃ出にくいんですわ。よいしょ。もういつも見てもらってる方やったらどこ行くのか分かっていらっしゃると思うんですけど、駐車完成です。まあ多分封鎖はまだされてるでしょうね。あんまり名前を出すとまたちょっとこう攻撃コメントみたいなのが出てくるので、秘密の場所ということですいません。なんですけれども、元日からの黒猫大和さんとかバリバリ走ってました。すごいですね。で今セブンイレブンさんのトラックとかもうめっちゃいっぱい走ってます。やっぱりこうなんていうんでしょう、みんな一生懸命働いて、あ、僕も今日から仕事なんですよ。みんな一生懸命働いてるんやなと思うんですけど、性能さんは休みですね。あ、空いてる、ちょびっと空いてますわ。こっちに佐賀急便さんあるんですけど、あ、休み、佐賀急便さんが空いてるわ。さんも営業、ちょびっと営業してるみたいな感じで、その他はだいたい休み、お休みになってますよ。
和歌山の走り屋さんにいただいた、あの名物和歌山の有名なみかんで、一つは有田永久みかんっていうすごいあの糖度のあるみかんなんですけれども、そしてもう一つ料亭とかにあの納品される高級みかんで、田村みかんっていうやつですね。ちょっと2種類レビューしてみようと思います。有田みかんはあのもらった時に食べたんですけども、田村みかんはまだちょっと食べてないです。あのちょっと酸味が強いっていうことでした。じゃあちょっと有田みかん中身見てみましょう。はい、普通にどっから見てもあのみかんなんですけれども、すごいあの甘酸っぱい香りがしてまいります。それではお味の方チェックさせていただきたいと思います。うわー、めっちゃ甘い。あのみかん水、甘いみかん水、上品なみかん水食べてるみたいです。飲んでるみたいっていうんですかね、食べてるみたいというか、めちゃくちゃ美味しいです。ついちょっと田村みかんですね、高級料亭に卸されるみかんって言ってました。はい、こっちが田村みかんなんですけれども、やっぱりちょっと酸味がちょっと強いですね。ちょっと酸っぱいあのすごい香りが強いです。それではお味の方、田村みかんのお味の方チェックさせていただきたいと思います。うん、田村みかんはあの酸味が強いっていうんじゃなくて、ちょっと もっそり上品なあの味が濃くなく薄くなく、でほんのちょっとだけ酸味があるという感じで、和食とよく合う感じでしょうか。うん、言うたら簡単に表現するとバイアリスのオレンジジュースをちょっと水でハーフで割ったような感じですかね何の例えなんでしょうか、すいません。めちゃめちゃ美味しいです、ありがとうございます。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。最後噛んでしまいました、すいません。